きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ネクスター発見、予算5億円で24歳以下の選手で年俸いくらまで上がるか。でしかも、はい、前回同様に10億円選手、12球団別選手で、お互いが取った選手は選べません、はい、でその時にお互いが被って取れなかった選手も選べません、はい、で、24歳以下、うん、だから1999年の4月以降の誕生日の選手しか選べませんの中で、はい、予算5億円です、うん、これ前回初代王者なんで、はい、去年負けてるんで、はいはい、もう大丈夫ですか。大丈夫です。もう完璧ですか。もう今回は好きな選手を選ぶっていう方針に変えました、はい、あ、じゃあ選ばない選手は好きじゃないってこと。そういうことじゃないです。なんか上がりそうだなとか、うん、あのこの人は金額がこうだからとかもう考えますよ。それももちろん考えるけど、うん、なんか頑張ってほしいな、今年来るんじゃないかなっていう、なんかそういうのを込めて選びました。そうなの、うん、もう選べないからね。松川とか選べないよ、はい、ね、取ってるから。岡林とか、はい、ね、うん、でもみんな若くて活躍してるんですよね、うん、でも5億円だからね、はい、いや、それではでもね、今先発ちょっと2人で悩んでるんですよ。悩んでんすか、うん、潰しに行くからね。やめてください。ちょっとメモ見ないでくださいよ、メモ、私のメモ、うん、カンニングしてないですか、うん、じゃ先発ね、うん、いくよ、せーの、戸郷。佐藤さんも取れないんですからね。だから取られるより取れない方がいいじゃん。そうですか。まあまあまあ、だって取られたら上がっちゃうよ、めっちゃ、はい、だから言ったじゃん、潰しに行くよって。ちょっとメモ見てないですか、私の。見てない、俺先発いっぱいあるから。そんなのもう戸郷言うに決まってんじゃん。いや、私あのもう一人の方言おうかなってちょっと思ってたんですよ。うん、そうなの、うん、じゃあ次行くよ、先発で。このルールは、はい、新人は先発リリーフ抑えどこに入れてもいいです、はい、なぜならどこやるかまだ分かんないんで、はい、でもう1軍でそこそこ投げてる、そこそこ投げてる選手は、うん、その先発リリーフ抑え、まあ、リリーフと抑えは兼業でいいです、はい、でも先発してるだから戸郷をリリーフで入れるのはダメです。いけないですね、はいはい、もう1軍で、うん、まだ1軍にそんな出てない選手もどこで出してもいいです、うん、はい、はい、まあ、あともう2人候補いるんで大丈夫。いいですか、はい、じゃあ先発、はい、いきますよ、せーの、山下俊平太。おお、ありがとうございます。いや、嬉しい。え、待って、私さっき、うん、あのじゃあ私もう抑えで入れようかなって言ったの聞いてました。いや、どうそれは分かんないし。私は宮城投手、山下俊平太投手抑えで入れたかった。だってまだ一軍デビューしてないですよね。でも今年もやるから必ず。だから抑えで入れたかったの聞いてました。いや、分かんないよそんな。いや、そんなだってさ、一つ言っていい、はい、相談ばっかりしてるから聞こえるのよ。あのね、でもこの人を選ぶとかないです。先生がいや僕の一押し入れてほしいなってすごい言ってたから、うん、じゃあ分かった、私抑えに入れるって言ったんです。だから俺はもう山下俊平太を1位で入れるって決めてたから、はい、先発で。だからまずだから戸郷をまず消して。消したってことですか、うん、大丈夫です。私は宮城くん大好きなんで。そうなの、はい、じゃあ中継ぎ。じゃあ中継ぎですか。はい、せーの、吉村。吉村浩二郎、ヤクルトのね。おー、うん、まだルーキーだからどこに入れてもいいからね、はい、誰ですか。私本田仁美投手。ああ、オリックス、はい、オリックス好きになっちゃってますけど今、うんうん、え、待って、あの抑え取られちゃったんでちょっと考えます。ちょっと待ってよ、いないよ。いっぱいいるよ、いっぱいいるよ。待って、ピッチャーでしょ、うん、あのいいなって先発は候補結構いるんですよ。私先発だと西純也投手行きたかったんですよ。へー、どうなんで行かなかったの。でもだ、先発っていい人いっぱいいるなっていう。でも宮城投手の方が、あの金額もまあ高いから2人って考えたら、抑え誰でもいいんでしょうね。でも去年投げてたら大丈夫なんですよ。はい、でも抑えとかはこのネクスターはいないから。いないです。リリーフを1回でもしてたらリリーフ、中継ぎでも抑えでもどっちでも入れていい。なのに先発しかやってなかった去年。でルーキーはどこに入れてもいい。決めた。決めた、はい、抑え決めた、はい、いい。リリーフやってたらいいからね。1回でもやってないんですよね、うんうん、はい、せーの、西純也。え、リリーフやってました。は
はい、14試合先発で、あ、14試合登板、13試合先発で。ちょっと嘘でしょ、私なんでさっき言っちゃったんだろう1回リリーフやってました。嘘、1試合だけやってますね。根本、根本1試合だけリリーフやってます。で俺は佐伯行こうかなと思ってたの、はい、佐伯あの今年25歳で入れれなくて、はい、うん、私の西純也超一押しだったんですけど、うん、リリーフしてた。リリーフやってたの。14試合登板、うん、13試合先発。え、嘘、先生教えてよそれなんでさっき私今言っちゃったんだろう、西純也一押しとか。今年はいいですよ、西純也。だから俺言ったじゃん、リリーフ1試合でもしてたらいいんだよって言って。だから言うかと思って、はい、あの潰しに行ったら言わなかったからびっくりした。いや、そう、私あのもう先発しかやってないかと思ってた、うん、勝手に。あの時投げたんだから1回だけ投げてんだよ、ね、なんかそんなやってるんですよ。西投手入れたかったよ、うん、そうなんだ。今年は10勝するって私言ってるんで、うん、でも入れてないじゃん。だ、宮城入れないで西純也入れればよかった。いや、あのそこは宮城くんにしたじゃあ次キャッチャー、はい、いいですか。はい、せーの、内山。まあそりゃそうですよね、うんうん、そこはもうやっぱ消しとかないとね。はい、え、待って、そしたらもう私が次誰行くかもう佐藤さん分かってるじゃないですか。うん、俺だってにあのプロ野球解説者じゃないからえ、待って、私でも次次、あ、もう先にこっち言っとけばよかった。また佐藤さんに潰されたら私選ぶ人いなくなっちゃうじゃん。俺はもういるから、俺いっぱいいるから、キャッチャーは。そりゃそうですよね、誰にするかだけだから。そうですね、うん、じゃあいきますよ、はい、せーの、松尾。あー、やっぱり、あ、よかった、やっぱり松尾塩くんか、うん、横浜絶対そうだよ。私は安田選手、うん、俺松尾言うかと思ってた、赤間さん。あ、本当ですか。俺もし松尾がいなくなってもいいのよ、俺。あ、本当ですか。そしたら藤田か坂江だかどっちかにしようと思って。私はもう安田選手、うん、阪神のキャッチャーの誰か言おうと思ってた、うん、ファースト。ファースト、はい、OK です。はい、 OK ですか、うん、でファースト、はい、せーの、清宮。清宮後から入れたかったよファーストが清宮でしょ。なんで安田がファーストなんでしょ。サードあの人行くからでしょ。え、潰すからね、サード。えじゃあセカンド行くよ。いい、最近その人セカンドやってないから。はい、いいよ。じゃあ他でも取れなくなる。ん、他でも取れなくなる、うん、挑戦者、うん、せーの、村松。おー、太田亮、うん、俺村松。いや、私ショートに入れてた。んショートで取ろうと思ってた。だから取れなくなるよって言ったじゃん。いや、もうそうです村松行くんですか。だから言ったじゃん、言わなきゃ取れなくなるよって。知ってるよ、でももう私言った時点で、うん、あの村松取れない、もう絶対かぶせてくるから言えない、取れないじゃないですか、うんうん、もうどうだったらもうずらそうと思いました。でもそしたら次太田取れたの。あ、本当ですか。あ、違う人言う予定でした。セカンドいっぱいいるから誰にしようかなと思ってて、うん、いいです、もう村松。待って、そうしたら待って待って、次誰しようかな。私もうパリーグだけになっちゃってるの。サードいいですか。はい、せーの、野村。はい、そりゃそうよそりゃそうよ、もうちょっと待ってよ、誰行こうそうね、誰行こう。もう佐藤さんって意地悪なんだよ、本当に。なんで。本当に意地悪。あ、サードここ行こうかな。そう、できた、サード。うん、はい、いいですか。せーの、石川。石川高也の方ね。そうです、中日。私はあの今年は小深田大地選手が一軍であの出てくるって。あ、 DeNA。 はい、宮崎選手が、まあ、怪我するの。ん、怪我するってこと。怪我しないです宮崎選手はちょっとベテランになってきてるんで、うん、ちょこちょ こう機会をもらえるんじゃないかなっていう。休まないよ宮崎は。でも、時期として下がりはしないんで。期待値で。はい、期待値で。ターばっかりだね、袴田さん。ほんとだ、ターばっかだ。ほんと安田、安田、大田、小深田まあ袴田なんで
ショート、はい、せーの、田中、よくわかったね。で今田中美希也が二塁やって村松がショート練習してるんですよ。知ってるよ、うん、だから、はい、さどっちかは取りたいから、はい、だから村松はサードもやってるから、うん、どこでも取れるんだけど、はい、どこで言ったら一番取れるかなと思って、うん、まあ一番早い、そうですよね、うんうん、とりあえず一番最初に言って取れなかったらまた次行けばいいから、はい、セカンドいっぱいいるから。田中美希也取れないの、きつい。そりゃ取れないよ簡単には。田中よ、きついよ。待って、他待って、もう誰よ、あとショート。いや、いっぱいいるよ。え、待って、あれやろ、あれっすよ、田中さん、それ取ってくると思うんですよね、うん、坂本隼人やろ。はい、それもそうっす、うん、それもそうっす。あ、ごめん、あの予算5億円しかできない。一人で超えてた。私もこの人、ちょっと待って待って待って、今のオープン戦の成績調べよう。いいですか、じゃあここでいく、はい、いいですか、はい、せーの、おばた。絶対そう。それ言ってたんだ、ずっと。そうなの、はい、あれやねん、あれやねんって言ってた。私、中山ライトね、ライト、はい、俺はもうおばたよ。いや、絶対そう思ったもんね。あ、ほんとに分かんないから。水野、チャンスあるね。うん、奈良間くんもね、最初入れようとかと思った。中山で、おばたか野口か門脇、うん、そう、門脇か中山かちょっと迷ったの。中山選手でした。全然全然全然。で、レフト、この辺からはかぶんないかな。せーの、丸山。ん、私、あの、河村優斗くんって、あー、はい、多分もうすぐ支配下になると思うんで、うん、俺はね、丸山、うん、丸山和人選手ね、うん、まだ育成、育成です。おー、まだ400万とかなんですよ、うん、多分。でも育成で400万だったらもらってる方だね。え、そうなんですか。だって240万だから、育成って。あ、そっか、待って、で、一軍最低保障が今多分450万か60万だから。そうなんだ。だから多分試合下になったら5、60万アップだね。うん、そう、慣れたらね、最低、最低でも。超アピールしてるんで、うん、仙台大学。じゃあセンター、年俸合ってたかな。合ってますよ。はい、いいですか、センターは。いいですか、はい、せーの、藤原。あ、藤原京太です、はいはい、私は楽天の武藤選手。いいですか、ライト、はい、せーの、来た。あー、嘘。もう被んないと思ったよ。被せてきました。いや、武藤がライトかセンターかと俺は思ってたんで、はい、うん、で、センターで武藤って言ったから、あ、もうじゃあライト来たらだと思って。よくわかりましたね。よくわかりますね。なんでそんな読めるんですか。それはもう袴田さんが知ってそうな名前を考えればいいじゃん。今年こそ来た選手来るって私は思ってるので、うん、吉田選手も抜けて、よし、決めた、決めた、はい、俺どっちにしようかな。決めたぜ。いいですか、はい、ライト、せーの、うかい。なんでこれも一緒なの。うそ。待って、もう今 DH も、もう本当は DH ゆかい選手入れようと思ってたのにさ、もういないよ。いるよ、まだいっぱいいるじゃん。いや、そう、 DH はまだ、まだこの人もちょっと、もう一人今、ちょっともう一回見せてください、一覧。もう、せっかく、なんで二人も被るの。いるじゃん、いっぱい。去年そんなにネクスター被んなかった気がするんだけどな。いっぱいいるのになんでこんなに被るんですか。ん、それはもう箱間さんの知ってそうな名前言ってるから俺。そんなに潰さなくてもいいじゃないですか。いや、俺はもう絶対取れるやつ一人置いてるんだよ。本当ですか。うん、それはいいけど、大丈夫かなってちょっと思ってんだけどね。でも大丈夫なんじゃないのって俺は思うんだけどね。うん、もういいや、はい、OK、うん、もういいですか、はい、一人見てるから。見てます。じゃあ私もちょっと探しとこう。まあいいか、 OK、はい、うん、いいですか、はい、ライト、せーの、ブライト。あー、ブライト取られた。で、今もう DH でもブライト選手入れようと思ったのに。
ネクスター難しいですね。いやライドでブライトでしょ、吉野 DH 入れとけじゃん。そうですね、うん、まあ、今言うんですけどね。でもブライト選手佐藤さん言わないだろうなと思って。あれやろ、いいやつ、あれなあ、あれ、まあ、余っとうっすね。余ったよな。え、誰誰誰。いや、それあれよ。あれあれやろ、あれ、うん、あれ、あれにもええのおるでな。うん、いいよな、あれはこの前ホームラン。あれ、いや、もう私もう応援いいですか。はい、DH、 はい、せーの、門脇。私、内藤くん。おー、内藤鳳、内藤鳳選手。門脇でしょ、今話題の。坂本の次は門脇が埋めるっていう。でも中山ライト選手って可能性、私中山選手にしましたもんね。いや、今旬だよ、門脇な。こっちの方が旬ですね、うん、え、本当？最近なんでようやく中山が出てきたホームランだけど、うん、ずっとこっちが旬ですね、うん。次坂本の次はやっと決まった新人門脇っていう。まあまあ大丈夫、私あの応援してるんで、うん、いいですよね、自分で打席だった、うん、そうそうそう、内藤選手、うん、確かに、うん、下がりはしない、うん、下がりはしない、上がる、うん、期待値はあるね。あります、うん、でもちょっと、はい、一軍層は厚いよ。あの、それは応援枠だもんね。はい、応援枠です。はい、はい、ということで、はい、ということで全員揃いましたね。はい、俺とかめっちゃ安いんじゃん。だから2億ない、2億いってない。おお、なるほどな、うん、1億9千万ぐらい。はいはい、はい、さあ、はい、ということで、はい、ね、ネクストブレイク、うん、アンダー24、はい、ね、どっちが勝つのか。はい、これ希望は誰ですか。希望は宮城ですか。え、もう宮城投手が1億以上、うん、1億2、3千万いくと思うので、そこで大幅何千万かアップして、うん、あとはみんなそこまで今もう、あ、でも、あ、でも本田投手も私結構上がると思うんだよな、うんうん、あとはそこまでまだ1軍でガツガツって引っ張りないので、ここでワゲスパック宇田川山崎総一郎がガチでいったら多分本田はその前になるからね、うん、いいんだけどね、うん、本田 ね、うん、リリーフがすごい熱くなってきた、オリックスは。そうですね、うん、で俺はもう袴田さんが好きな西純也いるからリリーフやってるの知らなかったもう。でも根本投手も頑張るよ、うんうん、そうだね、はい、大丈夫ということでね、はい、まあ、これで3つね、10億円選手、12球団別、はい、でアンダー24、うん、全部ね揃ったんで、はい、まあ、答えは1年後ですから、はいはい、3つのうち1つ2つやっぱちょっと勝ち越したいですね。そうですね、まあ、10億円は3連敗してますけど、はい、全体でいうと去年は勝ち越したんで、ね、うん、そうなんですよね。そうそうなんですよ。私もちょっと勝ち越しを狙います。まあ、答えは1年後ですから、はい、まあ、気長に待ちましょう。はい、はい。